桂春駒は、落語家、色物の名跡。当代は三代目か四代目であると推測される。当代桂春駒は、大阪市出身の落語家、俳優。本名、宮本和俊。氏。出林は、白拍子。大阪府立成城工業高等学校卒業後、東京芝浦電機で、約二年半のサラリーマン生活を経て、 1971年12月に三代目、桂春男児に入門。1981年に春駒に含め、得意な話は、一人酒性、親子酒。1984年から年に1回のペースで、独演会、桂春駒の会を開催。近年では、国立文楽劇場にて700人以上を動員している。話し家としての顔以外に、 様々な顔を持っており、兵庫国民寄せでは1978年4月の第1回より、元町寄せ小みやび定では1994年8月より、世話人を務める。さらには、1977年6月から宮古、町長劇団に入団。2001年6月から現所属事務所である、劇団往来に参加。俳優としての顔も持つ、劇団往来所属。 情報落語協会会員。愛称は、コマちゃん。2013年12月31日。肝不全のため死去。62歳没。水戸公ー第4話、同徹役。ありがとうございます。